鬼 D に、うん、鬼 D に呼び出しされたんですけど、なんか鬼 D ちょっと怒ってるらしくて。誰、俺ら、俺何もしてないの。いや私もなんかした覚えは、ハギだろ。いや私ありすぎて分かんないぐらいだけど、だから自爆しそうだ、なんか違うの言って。だからあえて何も言わないです私は。自分からは言わないですよ。とりあえず待つか。じゃあ待ちます、はい、怖い怖いよ。あのサミーを応接室に集めました。ちょっとね、気合が足りないんで気合を注入したいと思います。わぁわぁ、怖い怖い怖い、なんですか。とりあえずお疲れ様です。お疲れ様です。あら、なんで今日呼び出されたか分かってるのか。え、さあ、全く見当が。お前はあるだろ、いっぱい分かってるのか。はい、分かってる。いや、本当に分かんない。今日は12月4日、はい、何の日だ。12月4日はクリスマスのちょうど3週間前です。死ねえ。死ねえ。バカ野郎。死ねえ。リーダーは分かる。リーダーは分かりますよ。12月4日ですよね。はい。そろそろ雪が降るかも。死ねえ。死ねえ。リーダーも死ねえ。怖い。ゆいちゃんは分かってる。私は分かってます。え、すごい。ゆいちゃんはチャンネル登録1万人まであと少ししかない。そういうことだ。それか、やばい。ゆいちゃんしか分かってないじゃないか。今日現在8600人、はいはい、あと1400人。やばいな、これは。どうするつもりなんだ。どうするつもりなんだ。どうする。いや、もう一件ずつアポイント取るか。電話かけてローラー作戦。ローラー作戦、はい、ポスティングか。ポスティング一件ずつ訪問。はい、まあ、とにもかくにも、はい、頑張る3人の、はい、まあ、意欲がなければ、まあ、今日はお前たちに、なんだろう、元気が出るサプライズプレゼント。およいしょ。始まったんですけど、10歳の時からずっと好きで、僕も本当にありがとうございます。これもう写真撮って、え、これあの一語顕示欲をあの SNS とかであげ、あ、それちょっとあれですかね。なんでもらった、しました。だから本当ですか。だから後日ね、これ上がる、あ、そうですか、そうです、明日行こう。今上げられたら真下の前、ダラ滑りしたらお前のせいなんだ。そうです、そうです、いいネタバレしたら。すごい。いつでもいつも本気で生きてる。こいつたちがいる。
忍者チャンネル。